明明知道是什么，但是有时候就很难选那个字。山田君の死体を発見したせいで当然ですわ。だってでもそれは石丸君の死体を発見した人たちもその通りだ。その通りだ。つまり会不会是我们误会了？君の死体発見アナウンス。そもそも死体が二つに。モノクマが横着して一回にまとめただけかもしれませんわ。その点に関してはどうなんだ？とってもセンシティブな問題だから。そもそも死体発見アナウンス三人以上の人間が。答えになってないで。对呀、啊，问你们偷懒。今ので十分だ。自然の死体を最初に発見した時だけなら。只有在第一次发现尸体的时候。ということは、同じ死体を何度発見しようとも、死体発見アナウンスが長いだとすると、あの時の死体。あの時僕たちは今回の一連の事件で2回の。2次。第一次在保健师和物理准备室。第二次是。发现两个尸体的时候，二回目の死体発見アナウンスを聞いた。哈哈哈哈哈！这时候就真的那个谁死了？あの時はアナウンスまで気が回らなかったけど、死体を最初に発見した時だけ。さあやっぱり、そう僕らが二人の死体を再発見した時、実は初めて発見された状態だったんだよ。つまり苗木成就是凶手阿杰。最初に発見されたときにまだ死んではおらず、我らが本当の意味であいつの死体を発見したのは美術倉庫の時だということだ。だけどそれだけじゃないんだ。正解な。保健室の山田君が生きていたと考えられる根拠は他にも存在するんだよ。その根拠私にはわかるよ。あいつは死んだふりが上手だったから。先生ちゃんは上手。その程度のことは根拠とは呼びません。やはり彼が生きていた根拠なんて存在するとは思えませんわ。だったらもう一度再回顧一次吧。老婆来吧。最喜欢跟老婆一起回顾了。そうすればはっきりするはずよ。彼が生きていたかどうかが、ね、無駄だと思いますが。三田还活着证据。山田的眼镜。最初に山田の死体を見つけたのは保健室だけ。でも私とセレスちゃん死体は消えちゃったんだよ。就消失了。そして次にその死体を美術倉庫。移動前の彼の死体と移動後の彼の体勢が変わった以外に特に違いはありませんでしたわ。ふっ、冷低、冷、下去、下去。保健室の山田君と。美術倉庫の山田君。我刚才跟你讲一下，不然我突然定游戏库就不好。真的假的？山田君の眼鏡。对不起，好，我知道了。それが根拠になるはずなんだ。詳しい話を聞かせてもらいましょうか。清楚一点吗？最初に保健室で山田君の死体を見つけた。沾到眼镜喽。美術倉庫で死体を再発見した時には、山田君の眼鏡は。干净喽。しかも。メガネも血を拭いたと思われるものが。这个证物。我有我有我有。眼镜布眼镜布。眼镜布。保健室のゴミ箱。ここに付着した血痕を見てもらえば、山田君のメガネの血が。このメガネ、しかもこのメガネ拭きのキャラクターってあのデジカメと同じだよね。山田君が持ち込んだデジカメとさ。ゲド天使、もちもちプリンセスのプリンセスブーコー。こんなメガネ拭きを持ってたのって。この中でメガネをかけているの。俺はそんな安物は使わない。廉价的东西。私のメガネ拭きはティッシュで十分。だとすると間違いないよ。三田だ。つまり山田君のメガネについてた血が。だからって言って。誰が自分でメガネの血を拭いたとは限りませんわ。あ、そうですね。でも不要再雷了。メガネをきれいにして得するの。そうよ。ってことはやっぱり山田っち自身。だとすると保健室で見つかった時の山田君がそこで死んだふりをしていたから自らの足で。どう？それなら可能でしょう。でもさ、保健室にいた時のあいつが死。当时。じゃああの血って何だったの？絵の具かなんかって。那是颜料吗？保健室の冷蔵庫に輸血用の血液。哇，老婆，你这样子
让对方都没得玩啦。一二三也太呆了，真的。山田くんが生きていたとすると、石丸誰が彼の死体を運んだか。山田一二三。山田くん。俺たちが保健室に集まっている。そうなると、美術倉庫に鍵が。美術倉庫の鍵？二人の死体が消えちゃった後、みんなで死体の捜索。その時、私とさくらちゃんは、ま、そうしたらね、美術倉庫の鍵が閉まった。しかも。美術倉庫のドアの鍵が、つまり草比奈さんたちが美術倉庫に行った時、それが石丸の死体を運んだ直後の、彼は死んだふりをすることでみんなを欺き、その隙に石丸くんの死体を美術倉庫まで運んだのよ。曾经搬过去。山田くんは単なる被害者じゃなく加害人、加害者として事件に関与していた。被害人三杰。信じられないなら、もう一つの根拠を見せてあげましょう。微笑了。还有证据啊。山田君が事件に関与していたことを示す。内木君は分かっているわよね。彼が被害者の石丸君から奪った。走的是纸条、纸条、纸条。これだ。氷だ。キリギリさんも言ってるのって、山田くんが隠し持ってた。死んだ山田くんはパンツの中に隠し、あいつのパンツに、パンツ、パンツは置いといてさ、パンツ、パンツ、メモの中身を見てくれるかな。パンツ、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 俺が言ってたメモってこれだべって、あれ、モノクマに感づかれるとまずいから、みんなに内緒で深夜。そうなんだ。このメモは葉隠れくんが受け取ったのとは全く別のものなんだ。全く別？別？つまり葉隠れくんと同じように犯人に呼び出された人物、犯人に呼び出されたもう一人の人物。おそらくその人物は。三田の内裤。差点選到。石丸くんだよ。差点選到三田の内裤。このメモで犯人に呼び出されたのは、殺された石丸くんだったんだよ。はいはい、いげありげあり。よくわかんねえけど、そのメモってひふみんが持ってた。だったらそのメモで呼び出されたのも、ひよたんじゃなくて、ひよたんが石丸で。对啦。誰目だろうが一。在听到纸条在一二三三手上，那么被纸条喂出去的人，当然就是一二三三。仔细回想纸条的内容。メモにあった集合時間は何時だったか。早朝六時。何時に呼びつかないキュータンとは関係ねえだろ。跟小青没有关系。然后这个时间发生的事。早上六点同一时间发生的事情是，そのメモはひふみんが持ってたんでしょ？坏掉的手表。じゃあそのメモで呼び出されたのは、そうでひふみんだろうがよ。そのメモの内容をよく思い出して。时间跟那个什么重叠了。集合時間は何時だ？早朝六時だ。何時に呼び出され、そんなにキュータンとは関係ねえだろ。ふっ、それは違う。手表六点就坏了。P 主会买弹丸论破四吗？出到四了是不是？我们先把一跟二玩完吧。このメモの呼び出し時間は早朝六時。それで、石丸、この腕時計が示している通り、それだけじゃないよ。このメモの集合場所は物理準備室に集合である。石丸の殺された時間、つまり石丸くんはこのメモで指定された時間帯の指定され、これって十分な根拠って言えるんじゃない？このメモで呼び出されたのが、なるほど、そういうことなら行きなし
じゃあ石丸疯了是不是俺と同じようにそのメモで騙されたんだな。じゃあ用看着见外面来骗人。どうして山田は石丸に渡されたメモなんかも、しかもパンツに。それはきっと山田くんが死んだ石丸くんから奪い取ったから。え、奪い取った。その根拠はなんだ。言ってみろ。因为他把他抢走的证据。これだ。俺だ。死んだ石丸くんの手には。僕の考えに間違いがないなら思った通りだ。山田君が隠し持ってたメモと、じゃあ石丸が握ってた小さな紙切れと元は同じ一枚の紙だ。石丸君に渡されたはずのメモを山田君が持って、そのこの状況にせあ继续。その際破れた紙の切れ端だけが、そういうことだとすると、山田はそのメモが重要な証拠だと知っていたことになるな。山田だ。それが根拠になるのよ。山田君が事件に関与していたことな。なるほど。これだけの材料が揃えば間違いないべ。というか犯人は山田っちだべ。実はあいつは今も生きてるんだ。いいぞや。美術倉庫で見つけた山田君は確かに、この時流れた2回目の死体発見アナウンスから。真犯人というところだ。殺害現場は死体が発見された美術倉庫でしょう。美術倉庫、きっと石丸君の死体を運んだ直後に殺された。ではあいつは石丸の死体消失から第2次発見他们两个尸体之间被杀再発見されるまでの間に殺。その間俺たちは手分けして消えた死体の捜索をして、つまり俺たち全員のアリバイがない時間だ。でも私とさくらちゃんは一緒だったよ。さかりげぬかアピってんじゃねえぞ、このストコットセイが。誰がストコットセイよ。つうか殺された時間帯もそうだけど、もっと気になることがあんべ。もっと気になることですか。山田っちはどんな凶器で殺されたんかな。凶器、凶器だってよ。モノク石丸っちと山田っちは同じような凶器で同じようにあった。でもよ、3号のハンマーも4号のハンマーも保健室の山田っちが美術倉庫で殺されたってことは、犯人はどっちかの部屋からハンマーを持ち出して、それまたその部屋にハンマーを戻したってのか。でもよ、それって聞け。こいつは驚いたな。お前のズラズラの脳みそがあったぞ。そうやで、すさん。ギュンギュンに詰まってるべ。ちょっとくんまんすべ。サワクレの言うと、モノクマファイル3号と4号のハンマー。では、犯人はそれらのハンマーをどうやって持ち、見当もつきませんわね。じゃあ、1号とか2号のハンマーは。あれだって、それぞれの部屋に置き去りのままだし。それ以外の凶器、それ以外の凶器なんてありえねえ。だったら、だった。我知道。我最讨厌射这个了，我真的讨厌射这个枪哎，很烦呢。山田を殺した凶器。ジャスティスハンマーさ、ジャスティスハンマー4号。どちらにしても犯人はどのようにそれらの凶器を持ち、しかも誰にも目撃されることなく。今明らかになるジャスティスハンマー5号。詳細はウェブで。とりあえずはっきりしてんのは。どっちかのハンマーが凶器ってことだけ。それだけか。え、我刚没有射出去吗？如果他你要死亡是用山田を殺した凶器。ジャスティスハンマー3号、ジャスティスハンマー4号。どちらにしても一直成長射射了一次。犯人はどのようにしてそれらの凶器を持ち運んだのでしょうね。しかも誰にも目撃されることなく。啊，好烂啊！山田を殺した凶器。ジャスティスハンマー三号。ジャスティスハンマー。どちらにしても犯人はどそれらの凶器を使う。あれに今明らかになる。ジャスティスハンマー五号。什么？また。また。
さすら山田を殺したジャスティスハンマー、ジャスティスハンマー4。どちらにして犯人はそれらの凶器を、しかも今明らかになる詳細だ。とりあえず実験が官方は痛い。どっちかのハンマーが凶器ってことだけか。それは違う。ティゴダペーファーワン。やっぱり凶器はジャスティスハンマーじゃなくて別の凶器だったんだよ。けどこれディズニーは死んだ。美術倉庫のハンマーだよ。それに美術倉庫に残すそのうちの一つだけがなぜか綺麗に現れてた。え、しこわ犯人は凶器に付着した血痕が、しかもそのうちのいくつかは歯抜けになったか。ジャスティスハンマー自体も、ジャスティハンバーガーであれば同じような凶器と。では山田は石丸の死体を、それをやったのが真犯人、山田と共犯で最終。ちょっと待ってください。共犯者という考え方はおかしいです。だってこの学園生活における卒業のルール、つまり共犯者の可能性はありえない。以前もそう決断。但是又要开始讨论了。哇，ここでのルールでは、共犯したところで生き延びることができるのは殺しを実行した一人だけのはず。とすると共犯者の可能性はありませんわ。確かにそうだな。だけどそれは事件の一つだ。ラボ、今回起きた事件は二つだったのか。ここでのルールでは、共犯したところで殺しを実行した一人だけの。とすると共犯者に、それは違う。老婆的话就对了。今回は二つの事件が起きてたんだ。どういう意味だ。共犯者の存在が考えられないのは当然よね。一つの事件で助かるのが一人だけなら、共犯したところで天秤作用、その仕事が釣り合う額の報酬。殺人を手伝っても助からないんだ。でも相反的、逆にその天秤作用が成立する。二人の犯人が二つの殺人を犯し、真犯人はその計画を山田君に持ちかけたのよ。おそらく最初に石丸君を殺した、先に彼に殺人を起こさせ逃げられなくした上で。つまり今回の事件は一人の犯人による連続殺人が二人の犯人が起こした二つの事件だったんだよ。それが一連の連続殺人に見えたのは、すべて犯人の顔を隠した不審者、似たような凶器、そして死体。一連の犯行が同一犯によって行われている。犯人はその計画を共犯者に、最後にその共犯者を殺すことで一番の懸念材料となると。山田を撃つ。何なの、その計画って。いくらなんでも残酷すぎるか。なかなかよくできた計画じゃないか。全開世界、都太厉害了吧。共犯者の存在が成り立つことは分かった。操作三点で真凶到底是谁？哎，给我指名人物哎！大伯，好像指他哦。这也可以啊，这两个小八七。看我啊！对，看我啊！これが僕の答えだ。セレスさん、あの、嫌ですわ。冗談。では、私と山田君が組んでいたとおっしゃるのですね。そんな、私とや、そんなことあるわけねえだろ、そぼけが。失礼します。言っておくが根拠があるぞ。根拠？そう、今回の一連の事件においてお前、それが根拠になるんだよ。お前らが組んでいたこと、那就是不及可疑人物。山田君とスレッスンだけが共通して取っていた
例の不審者ジャスティスロボを目撃してしゃばるな。ベチャ本当、苗木の言う通り例の不審者を目撃しているのは山田とセレスの二人だけ。その山田が犯人の一人であればもう一方のセレスの証言も怪しいと見るのが当然。全て嘘ってこと。図書室で怪我をした山田を保健室に連れて行ったその直後のセレス。恐れ地蔵様よく変員。あの証言があったからこそそこでセレスは俺たちを3階の3階で悲鳴を上げた。あの時悲鳴を聞きつけてさ、三楼又跟我们说什么？变装的可疑人物，又大叫又跑掉了。对啊，そうやって俺たちを物理室に向かうよう仕向け。もう一人の相方の出番だ。三田。最废的三田。私たちを二手に分か。現に。二手に分かれようと提案したのもセレスだったはずだ。还说要点哪里东西？どうだ？セレスと山田が組んでいると仮定した途端、すべての偶然が恋の必然へとつながっていくんだ。故意造成的必然啊，对啊。付け加えて言えば、夸张的叫声。ドキャー。あれには山田への合図という役割もあったんじゃないのか。自分は予定通り3階までたどり着いた。悲鳴を上げろ。だからこそあんな校内全体に響き渡るような大声で叫ん。わあ、ハマー、大神。それに怪しいのはあの時もだよ。保健室で死んだふりをしてた山田君を発怎么会真是个三田同学居然被杀了。あの時最初に殺されたと言ったのはセレスさんだったよね。そうやって言うことで三田死了。朝比奈さんは山田君の死体が消えた時、うん、私の気分が悪かった。じゃあ那个也是朝比奈さんを気遣ったわけじゃなくて、どれもこれも一つずつでは小さなことだが積み重なったと。そう思わないか。それに子供ちょいでも何のことでしょう。とぼけても無駄だ。お前は決定的なミスを犯しているんだ。ミス？ミス？最初にあれを聞いた時は今となってははっきりと言う。何の？山田の死体消失を聞いた俺たちが保健室に戻った直後の。就好像对此乐在其中，就像是为了看见我们害怕火难的样子，并为以此为乐一样。这样下去，我们全部都会被杀掉的，就像他们一样被杀掉。その言葉なら我も聞いていた。いいか。物理準備室で石丸の死体を発見したのは、俺と大神と深川の三。その後遅れてきた苗木から山田殺害の件を聞き、俺とそして廊下に出たところでセレスと会い。俺たちは4人だ。その間俺たちは石丸の死については一切。そう考えるとセレスのあの発言は極め。あの発言だの。おいセレス、みんなが困ってるぞ。これ大家好。みんなのためにもう一度同じ発言をして。お前が犯人じゃないなら。あ、还有啊，我也结束了。私の発言はこうでした。まるで楽しんでいるようですがね。私たちが怯え混乱するのを見て楽しんでいるようですが、このままだと全員殺されてしまいます。我らのように殺されてしまいます。以上でしたが、これで分かっただろう。セレスの発言の不自然な点が。不自然な地方。私の発言は、まるで楽しんで、私たちが楽しんでいる。このままだと、彼らのように、以上でした。これで分かっただ。セレスの発言の不自然な点が。自然的地方、超自然震動。
私の発言はこう、まるで楽しんでいるようです。私たちが楽しんでいる。このままだと彼らのように殺す。そうだ、彼らのように殺されるなんて発言は、だってあの時僕らはまだセレスさんに。しかも俺たちがセレスと会ったのは廊下に出た後のことだ。つまりそいつには物理準備室の死体を。それなのにセレスさんは殺されたのも一人じゃなくて彼ら。しかもだってあの時はキリギリさんも姿を消してたんだよ。皆さん想像力が豊かなのですね。想像だ。先ほどあなた方がおっしゃっていましたわね。私でしたが、不審者が山田君を連れ去っている。それも捏造だろ。セレスッチがあの衣装を着て、そんでデジカ。お忘れですか。あの衣装は葉隠れ君にしか。それにこのデジカメにはタイマー機。つまり不審者が山田君を連れ去ったというの。私の証言が全て嘘だというなら、この画像が何なのかを。そもそもその画像って本当に不審者が山田君を連れ去ったのか。老婆出馬你还想变什么。不審者が山田君を連れ去ったわけじゃなくて、他の可能性なんて。一种可能。山田和可疑人物都喝醉了，共舞。山田带走可疑人物。俺だ。俺だ。俺は喝醉了。不審者が山田君を連れ去ってる画像じゃなくて、山田君の方が不審者を連れ去った。そう考えられるはずよ。あは。ははははは。あの画像で連れ去られて。共舞。それを私たち。あの怪しい衣装も私たちに勘違いさせるためのものだったんじゃない。あんな衣装を着ている人物を見たら。おや、そうやって俺の寝てる間に。おい、寝た寝た。そんなわけないじゃありませんか。ありません。坏了坏了坏了。山田君の方が不審者を連れ去っていた。ありえない。本当にそうかしら。でしたらお教えしましょうか。ありえないと言い切れる。こう。哇，还有证据。哇，证据好多。正义机器人的服装，夜雨亲手写的讯息，正义机器人的设计图。自殺した俺にあの衣装を着させて、山田っちに運ばせたんだな。要让山田宰官。そうやって、俺を容疑者に仕立て上げたんだな。ですから、それはありえないのです。この画像では、不審者に背筋が伸びています。中にいるのが気絶した人間なら、そんな姿勢を取れるわけがありません。でも犯人は占いバカだ。なんでそうなんだべ。設計図说。腰不能弯。気絶した俺にあの衣装を着させて、山田っちに運ばせたんだな。そうやって俺を容疑者に仕立て上げたんだな。ですから、それはありえないのです。この画像では不審者の背筋が伸びています。中にいるのが気絶した人間なら、そんな姿勢を取れるのです。それは違う。ほいや、中の人が気絶してても背筋を伸ばした姿勢になれたはず。あのジャスティスロボの衣装にあった。我特有真的关系。そうだ、あの衣装。そもそも本当に最初からこの画像をでっち上げるために。笑了。我笑了。哎呦。セレスさんたちはそんな特徴がある衣装を、気絶した葉隠れ君、あの画像をでっち上げたんだよ。あの不審者の存在を僕たちに信じ込ませるため。どうやらチェックメイトのようだね。左右边你会看他一眼。
チェック。ふざけてんじゃねえぞこのダーボ。あ、何がチェック？セレスちゃん、どうしても私を犯人に仕立て上げたいらしいが、お忘れですか？山田くんが死に際に残した。特别打的被谁打的凶手，凶手的名字ヤスヒロ。ヤスは犯人の名前を聞かれた山田君は、犯人はヤスヒロだと。つまり葉隠れヤスヒロなんだよ。俺はヤスヒロなんて名前じゃねえって。実はタロスケって名前で。そういうわけのわからぬ嘘をつくから話がややこしくなるのだ。だけど山田くんが言ったヤスヒロ。てめえ何言ってんだ。よくぞフリギリさん、どういう意味？ほら、お父さんいいぞ。思い出してみて。山田くんの、彼は私たちのことをどんな風に呼んでいたかしら。我怎么知道啊？这好难哦。下杠仔。しまった。思い出してみて。ヤスヒロ。彼は私たちのことをどんな風に呼んでいた。思い出してみて。彼は私たちのこと。追思戦法、只叫全名。そうだ。我真的没有注意耶。フルネームだ。山田君はみんなのことを。例えば、苗木誠殿。だから山田君が葉隠れ君を名指しするつもりだ。たまたまですわ。たまたま。刚刚好。找到了。找到了。喝口水。找到了。找到了，证据就在这里。黙ってろ。たった一回の偶然のその時も、随分と都合ありえないわ。山田君はいつものようにフルネームで、だけど、讲到一半就断气了。その途中で力尽き。そう、山田君が示そうとしたのは、信也例えば名字だが、そんな名前の人物など。ちょっと待って。今まで本名を明かしていない。はめさせデスト、言いがかりも、そこまで来ると笑。おい、適当なこと言わないでくださる。ねえ、ダメだ。おお、中田さん、電子。チャンギルズ。電子手術、有關。セスさんの方。よし、耳の穴をがっつりかっぽじって。私の本名は、セレスティア・ルーデンベルク。何度も同じことを言わせないでいただけます。只能想办法逼他。